ちゃくちゃ強力なネオジム磁石とフェライト磁石、アルニコ磁石、これらはですねずっと磁石のままでいるので永久磁石って言います。ある時だけ磁石になる磁石があります。それはですね電磁石って言います。電気を流した時だけ磁石になるので電磁石と呼ばれるものがあります。それをねちょっとね作りながら勉強していきたいと思います。電気が流れる線のことを導線と言います。外に電気が漏れないようにですね外側をコーティングしてあるエナメル線ですね、それをですね同じ向きに回転させて巻いたもの、これをねコイルって言います。このコイルに鉄の芯、ネジとボルトですけどねを電気流すとこの中のね鉄が磁石になるというものを電磁石って言います。ちょっとやってみましょうか。これねこのまま近づけてもね何も起きません。ここに電池をつけて電気を流します。はい、このようにねコイルに電池をつなげました。そして近づけるとはい、こんな感じで磁石になります。電池を離すと落ちちゃいます。ではですね身近にあるもので電磁石を作っていきたいと思います。ではですねまずねストローを適当な長さで切ります。このストローにエナメル線を巻きつけていきます。はい、このようにね巻きつけます。はい、こんな感じでね巻き終えました。上と下セロハンテープで留めて巻き戻らないようにしましょう。コイルができたのでここに釘を通します。このコイルに電気を流して磁石になるのかやってみたいと思います。こちらですね乾電池につなぎました。近づけてみるとはいこのように磁石になりました。また電気を流すとすごくくっつく、離すと落ちるということですね。もう一つだけやっておきましょうか。100回巻いたコイルです。200回巻いたコイル用意しました。磁石の強さどうなるんでしょうか。コイルが100回巻きのコイルですね、磁力の強さはこんな感じですね。覚えておいてください。では200回巻いたコイルです、どうなるでしょうか。おお、電気を強くすれば強くするほど磁力も強くなるということが分かります。そのようにしてですね強力な電磁石を作ってリニアモーターカーね、とても重いあんな車両も持ち上げたりするのにも電磁石は使われたりしています。こちらにねすごく強力な電磁石を用意しました。取っ手付きでここに磁石がついてます。そしてね、ここにコイルが入ってますね。巻き数はですね、結構ね、たくさん巻いてある上に濃い導線を使っています。これはですね、なんと60キロまで持ち上げることができるというね、強力な電磁石です。ではね、どのくらい強力なのかね、実験してみたいと思います。もちろんね、電池をつないでないときは、磁石になってないので何も起きません。電池をつなぎます。こう近づけると。で、ぴったり貼り付きました。さあ電池1個どのくらいの力なんでしょうか。安全に行こうね。はい、せーの、うん、しょ、おおお、あ、なかなか強力。おお、ほんと外れね。ちょっと軽く引っ張りながらこれ外してみるね。せーの、おお、すごいな。こちらに人がぶら下がれるかやってみたいと思います。ここに取り付けます。僕はちょっとね60キロちょっとあるのでね、伊藤くんに試してもらおうと思います。乾電池1個で伊藤くんが持ち上がるんでしょうか。安全に行こうね、はい、お願いします。おお、お、伊藤くんその右足何お、余裕だった。余裕でしたよこれ、ということは僕もできるんじゃないでしょうか。3、2、1。お、怖っ、怖えなこれ。電磁石って使えば使えるほどこれ弱まってくんだよ。いきます、3、2、1。お、怖っ、念のため耐荷重よりちょっと僕は多いのでやめておくことにします。いきますよ、3、2、1。おお、おお、いきたー、よし。
はい、ということでね、たった電池1個で僕もね持ち上がることができました。これはね成香さんのねお借りしましたけど、これを自作して取っ手をつけてなんか手元でスイッチとかできるようにして、これでスパイ映画みたいのできないかなと思います。両手と両足につけて壁登りとかね、あとね天井歩きとかね、リク君ならやってくれるかもしれないな頼んでみようかななのでね、ちょっと皆さん、あの鉄板だけの壁とかね、鉄板だけのね屋根とかねある場所あったらぜひねコメントもらえればと思います。なので皆さん、鉄板の壁の場所教えてください。